こんにちは、ミニマリストゆみにゃんです。ジャスミン、ちょっとベッドの上で寝ています。今日はですね、これからいろいろいらないものを処分しようかなと思ってるので、今月捨てるものをですね、ちょっとご紹介しようかなと思います。私いつも結構捨てる時にですね、すぐ捨てちゃうから、こうやって動画撮るタイミングってなかなかないので、今日はたまたま時間があったので撮ってみました。この動画を見てですね、皆さんも物を捨てようかなって思ってもらえたら嬉しいなと思います。最近暖かくなってきたんで、使ってなかった冬物片付けたり、家の中で使ってないものを片付けたりっていうのでちょうどいいタイミングかなと思いますので、ぜひ片付けしてください。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。よければですね、この動画を見てこんなものを捨ててみてよとか、皆さんこういううまい捨て方あるよってあれば、コメント欄に書き込んでもらえると他の方の励みにもなるので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、今日捨てようと思っているものはこちらなんですけど、これめっちゃ重くて、カバンが重すぎて途中で破れないか心配。ちょっとね、もう一回詰めてあるんですけど出しますね。何捨てるかっていうと、電化製品です。まずはこちらの、よいしょ、ノートパソコンですね。これすごい大きいノートパソコンなんですけど、これどこで買ったんだっけな、ドスパラで買ったゲーミングノート PC ですね。かなり性能が良くて、これ多分5、6年前かもうちょっと前ぐらいに買って遊んでたやつですね。とゲームするために買ってたノートパソコンです。結構大きくて重いですね。で、これ捨てようと思った理由なんですけど、 MacBook Air を買いまして、 M1 チップので、そちらを今使っているので、もうこっちの Windows 使わなくなったんですよね。私かなり Windows ユーザーだったんですけど、 Mac に切り替えして、今もうなんか問題なく使えてるので、もう Windows なくてもいいかなと思って捨てようかと思います。あとはやっぱ画面ですね。画面がこれ 4K モニターとかじゃないから、普通のモニターなんですけど、 Mac のレティナディスプレイとか見るとやっぱすごい綺麗なので、たまにこっち Windows 使う必要があって開いたりすると、すごくもう画面が荒くて、なんかもういいかなっていうテンション下がっちゃうかなと思ったんで、このパソコンそんなに使う機会がなかったので売ろうかなと思います。で、パソコン売るのって結構大変なんですよね。まずこれを必要なデータをですね、 Mac の方に移して、あとこの初期化ですよね。初期化するのに何時間かかかったんで、すぐに売るっていうのはできないので、パソコンの時は皆さん大変かと思いますので、早めに準備した方がいいから。で、このパソコンと、パソコン充電するこの電源のアダプターですね。こちらは結構大きいので、やっぱパソコンの充電とかってかなりパワー必要じゃないですか。だからこう大きいね、 AC アダプター必要だから邪魔ですよね。で、続いても大きいものでこちらですね。よいしょ。これは PS4 ですね。 PS4 薄型のやつですね。プロじゃなくて普通の PS4 なんですけど、こちらはですね、私普段ゲーム結構するので PS4 かなり使ったんですけど、最近ですね、やっぱスマホゲームの方がやる機会が多くて、家庭用のゲームをですね、じっくりやるっていう機会がかなり減ってしまったので、なんか数ヶ月に一度ぐらいしか使わないし、遊んでいないゲームを取り出してプレイしてみたんですけど、なんかこうあんまハマらなかったんで、もうなんか、家庭用のゲームはもういいかなと思って、こちらも捨てようと思います。これもいろいろユーザーデータが入ってるので、初期化しなきゃいけなかったんで、時間かなりかかりました。まずね、ソフトウェアこうアップデートしてからこう初期化してっていうのは何時間もかかりましたね。で、続いてこちら。こちらは PS マークがついてますけど、こちらはプレイステーション4と一緒に使っていたモバイルモニターですね。はい。これ公式のモバイルモニターです。で、こちら捨てようと思うきっかけなんですけど、これ普通にディスプレイとして使えるし便利なんですよね。使わないときしまっておけるし。ただやっぱりモニターの画質がですね、あんまり良くなくて、私実はですね、4K モニター注文していて、在庫が来たら家に届くそうなので、こちらもいらないかなっていうので、PS4 片付けますし、一緒に捨てちゃおうかなっていう感じです。これも多分同じところに売りに出せると思うので、ちょっと売れるかわかんないですけど持ってってみようと思います。このモバイルモニターすごくね、軽くてしまいやすくてすごく良かったなと思います。で、大きいのがそれで、あとは付随するものですよね。で、こちら PS4 のリモコンですね。これと、あとはなんかケーブル系がやっぱたくさんありますよね。ディスプレイの AC アダプターとか HDMI のケーブルみたいなのが、なんかね、 HDMI のケーブルめっちゃ増えますね。で、電源ケーブルとか、あとは PS4 のこのリモコンと
とコントローラーか、コントローラーと USB のこのつなぐやつとかあります。あとは遊んでいなかったゲームですね。このアサシンクリード好きで買ってたんですけど、ちょっとプレイしたんですけど、なんかあんまりヒットしなかった自分の中 で。あとまあ同じようなやつですね、こう箱庭系のゲームが好きで、まあ、アサシンクリード、アサシンクリード竜が如く、レッドデッドディレプションズ2ですね、まあ、ここら辺のこう箱庭系の PS4 のゲーム好きだったんですけども、ちょっとやったんですけど、まあなんか時間かかるしもういいかなと思って、やっぱ最近ね集中力が持たないんですよね。 PS4 のゲームってほんと時間かかるから、クリアするのに70時間ぐらいかかるじゃないですか。だからそうするともう途中でスマホのゲームとか始めたりね、他の YouTube 始めたりするとなかなか集中できないので、 PS4 のゲーム一旦いいかなと思って、まあ同じような感じなんですよね。ゲームすごい楽しいし好きだし、普段ゲーム作るお仕事してるんですけど、まあ、最近スマホのゲームの方がやっぱやりたいやつたくさん溜まってるので、家庭用のゲーム多分もうしないのでもう捨てちゃおうかなって感じです。まあ、またあの PS5 がですね出ていますので、 4K モニター来たら PS5 とかもですね買って、まあなんか今もう手に入るのかな、まだ手に入らないかもしれないですけど、 PS5 あの欲しいソフトが出たら買ってっていう形でアップデートすればいいかなと思います。ちょっと今の PS4 のソフトだともやりたいやつがないので、ではこれを売りに行きますが、これからですねブックオフに行ってみようかなと思います。これ系ね、あのもうブックオフとかソフマップで売るよりもやっぱりメルカリとかで売った方が全然高く売れるんですけど、こう物が大きいし重いし梱包とか送料とか大変じゃないですか。なんで一応まあ見た感じメルカリの方が圧倒的にお得だったけど、まあめんどくさいのでもう売っちゃいます。このね重いからいちいちメルカリで梱包してね、まあ週間に来てもらってもいいんですけど、いろいろめんどくさいから一回で片付けちゃいたいんですよ、こっちとしては。なのでよいしょ、もう重いものを家に置いとくのが嫌ですよね。パソコンとかも最近もっとちっちゃいものにしたから軽いし、閉まるのかな。この私のナイロンの旅行カバーに入れて持ってこうと思うんですけど、ちょっと心配ですね、破れそうですねナイロンだと。はい、まあ、たくさん使ったんで悔いはないですね。全然使ってなくて捨てる時ってほんともったいないなと思うんですけど、もうかなりね使い倒したからもういいでしょ、いいでしょ、許してくださいって感じです。はい、まあ、今また巣ごもり需要でこういったもの必要な方もいらっしゃいますので、また市場に出した方が家で眠らせておくよりずっと建設的ですね。ほんとそうだと思いますよ。こう家に使わないものを置いとくのってただ家賃かかってるだけですし、ホコリもかぶったり壊れちゃったりとか、あと災害の時とかにこう崩れてきて怪我しちゃったりとか、いいことないですから、それよりは捨てて処分するなり売るなりして好きにさせて世の中に回してあげた方がいいかなと思っております。よいしょ、いけるかこれ、よいしょ、ふんにゃ重い、あでもいけそう。まあブックオフまで10分ぐらいなんでちょっと頑張って行ってきますよ。それでは今からブックオフに行ってきます。はい、というわけでですね、時を飛ばした結果ですね、翌日になってしまいました。昨日もいろいろあの物を売ってきたりとか、あとその後美容院で髪切ったりしてちょっとね疲れたんで翌日に撮影しています。で、昨日売ったものいくらになったでしょうかということで、ソフトウェアの方ですね、竜が如く2が1000円、アサシンクリードのオデッセイが1300円、アサシンクリードのオリジンズが800円、レッドデッドリデプションズ2が500円ということで、まあソフトはですねやっぱメルカリで売った方が圧倒的に高いですよね。そんな大変じゃないから、まあ、ソフトウェアだけあるんだったらメルカリの方がいいかなと思います。で今回はまあ物が大きかったということで PS4 自体が13,000円、これは私持ってたの PS4 の一番容量少ないやつですね、プロじゃないのでこれぐらいの値段でした。でメルカリとかで見ると一番高くて18,000円ぐらいだったんで、ちょっと5,000円の差がねついていますね。あとモニターが5,000円、あ結構高く売れましたね。であとパソコンですね、パソコンが12,000円でした。というわけで合計33,600円、いや1ヶ月分の食費ゲットできました、やったー。でこれブックオフ行ったんですけど、パソコンだけ取り扱ってないって言われたから、ハードオフも行ってですね、結構ね2駅ぐらいでね大変だったんで翌日撮影してます。でも行ってよかったですね。なんか PS4 とパソコンがやっぱ13,000円、12,000円で、これだけで25,000円だから、ここが一番高いですよね。使ってないパソコンとかあったら売った方がいいですね。なんかお隣で売ってる人がいたんですけど、もうパソコンがボロボロになって起動しなくなった状態で売ってて、これはちょっともうお引き取りはしますけど0円ですけどみたいなあの方がいて、かなり数持ってきてたんですけど、まあ、その状態までなると0円とかになっちゃいますので、使っていない段階で早めに見切りつけて売ればですね、今回みたいに高く売れるから早めに捨ててしまった方がいいなと思いました。あーよかった、たくさん売れた。やっぱこれ満タンで売れると嬉しいですよね。私最近結構いらないもの売ってて
て、昔のルームツアーであったルブタンの靴とか、あとプラダのバッグとか、そこら辺とかなんかいろいろ売ってて、それは一回ブランドの買い取りのところに査定出して安かったからメルカリで売ったんですけど、まあ、結果今メルカリの残金が6万円以上あったりとか、そう携帯とかも売ったんですよ。なんでかなりあったりとかで、今回も3万円ゲットしたんで結構ねお金ゲットできました。まあコロコロ辺のお金を使って日々の生活に当てたりとか、あと今歯の治療で歯科矯正しようと思ってるので、まあそういう方に当てていこうかなと思います。まあ、特に最近別にね欲しいものがあるわけじゃないんですけど、そういう歯科矯正とかね今年本当お金かかるんで、もういらないものは早めにどんどん売ってお金に変えていこうと思います。皆さんもどうですか、家の中でこう使っていないパソコンとか古いスマホとかバッグとかありませんか？そういうものはどんどん古くなってこうカビが生えたり壊れちゃったりする前に売ってお金に変えて、まあ、食費とかそういった次の欲しいものとかに当てた方がいいですよ。私は今日たくさん売れてとっても満足です。本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またツイッターもやっていますので概要欄からフォローしてください。それではバイバーイ。